足湯、足湯100円、それで590円、よいしょ、南アフリカのワインを車の中で今日はね飲みます、ちょっとスクリューのやつだけど、ポーンと抜くやつじゃないけど、本当はパーンと抜くやつをねやりたいんだけど、今日はねグラスを持ってきました。車中泊用のグラスをね、ちょっとちっちゃいやつ、香りあるね。カルベンソービニョン&ネルロ、南アフリカ、ね、値段はまあ運善やなやつ。あ、香りいいね。あ、この味はね、あ、ソービニョンにあのネルロが入ったちょっとね、甘い感じがね来てる。うん、渋みはしっかりある。で、コクもカーッとね口の中に広がるね、うん、広がるし美味しいねこれ、うん、あ、これ美味しいね。まあ雲仙のやつだけど、うん、美味しいね。酸味もあっていい、これいけるね、うんうん、ほらこれ女の人すぐ綺麗じゃん、ビンです、うんうん、ちょっと暗くて、うん、やめちゃちょっと生おかしい。やっぱね、うん、イタリア、スペイン、フランス、ヨーロッパ系のやつはね、高くても当たり外れあるんだけど、やっぱいいね、この、うん、見てて、これ食べる？アフリカ系、アフリカ、イタリア、アフリカとチリ系ね、オーストラリアもね、美味しいね、やっぱり、ね、今、うん、ワイン美味しいわ、うん、ちょっと暗いでね、うん、はい、はい、今日は車でワインパーティーでした、ね、鍋と肉系の鍋とワインでした。ではでは、ではワイン飲みすぎました、ね、トラックの皆さん、もう休憩所にはもう最適やわこれ、ね、あ、もういいや、ね、もうほら、あ、トラックの人には本当にいいとこだわこれは。下りパーキング、下りね、こっからね、はいはいはい、上りはちょっと向こうなんだ、ここは下りパーキングエリアね、はい、あ、もうトラックの運転車は本当にいいわ、めっ
で使いこなすというのが今あったので、はい、お手洗いに行けるし、こっちにもお手洗いがあるし、これはあの何コースだっけ、ワンガンドか、ワンガンドか、伊勢ワンガンドのサービスエリア、これ有料エリアだけど、もうここが今トラックの人たちがもういっぱい、本当にもう満車ぐらいに多分皆さん出かけて、温泉入ってゆっくりしてね、ご飯食べて、夜こうやってねゆっくり休んでください。というね、ちょっと駐車の車中泊にはちょっとうるさいかもしれないね、トラックの、うん、ずっと音するもん ね。ハイウェイオアシスの夜の様子です。トラックすごい、トラックがすごいです。これは上りだっけ、はあ、レストランちょっと中見てみようか。おお、広いね、すごいね、広い広い、絨毯は柔らかい、小鼻、ちょっと今撮った、今撮ってます。はい、これが小鼻、エビセンです、エビセンチップス、エビセンチップスをちょっと、あ、これペラペラしてないか、もう少し、エビセンチップスいってみます。薄塩味ね、ちょっとこっちもいってみよう。たた焼きミル、あ、2種類だ、ミックスとみりんと2種類、これはいいね、あ、みりんおいしい、これで甘さず、うん、これも試してみたいよね。うん、あ、わさび効くね、これ。はい、すいません。ん、あ、それちょっと、はい、あ、スーパーに行ってる、カニカニ、うわ、カニカニすごい、あった、ん、あ、そうか、生わかめないか、ごめんごめん、はいはい、手袋かマイバッグはお持ちです、あ、持ってないね、5円で、はいはい、じゃあお願いします、あります、ありがとうございます、あるか、あ、あるって、ごめんなさい、合計で1,561円でございます。はい。袋、はい、いただいてシュッ。はい。カリアハイウェイオアシス朝の風景です。昨日の夜はトラックがもう満杯だったけど、ね、今だいぶ減ったね。1時半ぐらい今ね。普通車置くところが、あ、割とあるよ、あるけどトラックがやっぱ多いよな、やっぱトラックの音が結構うるさい、うるさかったね、けど夜はね、排気ガスもあるし、だから、まあ、トラックの運転手さんにはすごく便利、便利とか、温泉はあるし、トイレはあるし、食べるところも夜中までやってるし、でコンビニが24時間やってるし、ファミリーマートやってるし、非常にあのドライバーにはいいと思う。普通車で車中泊するにはちょっとうるさいかなと、ね、こっちの端っこの方で、まあ締め切っちゃえばね、冬はね、こっちも取れなくて、冬はいいわ、締め切っておくから、夏はちょっと偉いかもしれないな、こっちまだ準備中、一応大福、あ、ここ、あそこはもう空いてる、ラーメン屋とか丼屋さん、なんかお腹空いてきちゃう、あ、こんなんあるんだ、あ、こんなんあるんだ、あ、授乳室もあるし、あ、いいじゃんいいじゃんね、
あ、これはいいね。赤ちゃん連れにはね。あ、嬉しいね、これは。わかる、我々のお孫ちゃん連れて来れるね。今度お孫ちゃん連れて遊びに来るから遊園地もあるし。ちょっとこっちも様子見てきます。あ、これこうやって開くんだ。あ、コーヒー販売機あるし。下下りで、昨日はここのさっきの地下に魚屋さんがあったかな、野菜と道の駅みたいに見に行ける。奏でに響き、インフォボックス。あ、昨日いた、あ、ここ昨日夕方行ったよね。で、こっちが、あ、ここでファミマがやっていると。あ、で、FM スタジオ、ここはあのモーニングキッチャ店がやってるのね。キッチャ店やカフェ、最近カフェ、カフェ、もうちょっとカフェって言う。なんでカフェやねんって言キッチャ店やろ。うん、ね、喫茶店に行ってほしいもんだから、来る人はね、我々ね、60以上はまだやった。こちらなんか洒落た感じか、もうやってるんだ。おお、お子様用がケーキがすごい。あ、広い。あ、こっちなんやか、あのあれだね。すごい。ああ、モーニング買ってるか、食べてるか。ただここは愛知県だからあれだ、モーニング文化がここにもあるかな。あ、これだ。あ、これ俺だ。はい、ソーセージのモーニングを1つと、卵、ハム卵のセット。ハム卵です。はい、お願いいたします。ブレンドコーヒー、ブレンドコーヒーお二つです。はい、2つです。配当レギュラーでよろしいですか。はい、はい、レギュラーでいいです。はい、935円です。オーダー入ります。ソーセージモーニングはハム卵モーニングです。あ、美味しそうなドーナツもあるし、ついつい手が伸びちゃうな、これ。入ってね、高速入ってお風呂堪能して、そうすると上りか、下りの方が近いってことやな、温泉には。まあでもこんだけの距離だからね、全然全然大丈夫っす。また、よっちゃんとモーニング、幸せいっぱいや。僕は幸せだ。噛み締めとこないと。今をね、結構楽しみ。今ですよ、今。今ですよ。あ、天気は、まあまあ、雲もあるけど。サンも今来ましたよ。温泉だね。